さんこんばんは。本日も島地メーカーの時間がやってまいりました。この番組はうるま市地域おこし協力隊の酒井と日比安人がお送りしている番組です。うるま市の提供でお送りしております。はい、だいぶ暖かくなってきましたね。そうですね。なんかちょっと暑いっすよね今日もね。急にね、なんかやっぱ太陽出ると暑いし、太陽出るとね、日陰になると急にちょっと寒いし、ね、みたいな感じになってきて、ね、だってなんか先週とか長袖でやってたはずなのに今日半袖ですよ。今脱いだ、暑かった。私も脱いだ。入ったら暑くて私も脱いだんですけど、ね、ねえ、もう春めいてきたというか、だんだんもう夏ですな。もう忘れちゃったけどね、うん、なんかでも4月1日が海開きみたいな感じでしょ、沖縄。そうね、ねえ、ってことはもうすぐだね。もうすぐ海開きと言いながら冬も泳いでる人いますけど、うん、まあ泳げるからね。うん、ウエットとかね、年がら年中割とね、うん、あのあれですよ、美ら島街道案内所、うん、あそこもあの冬場でもあのカヤックやりたいとか、うん、レンタサイクルとかも最近すごい多くて。そうね、今年は多いね、はい、多いですよ。あ、なんか団体さん10人とか7人とか6人とか、うん、結構台数がね、自転車も出てる。なんかあれかな、大学生の休みの人がまとまってきてる感じするから、うん、ちょっとずつ知ってもらってる感じがするね。そうですね、あの春休みでやっぱ学生さんがなんか多いみたい。あのクラブでみんなで来てて、うん、研修みたいな感じで、うんうんうん、でなんかこの間もあの観光の学校って言ってましたね。専門学校かな、なんかそこの人が、うん、10人近く、本当に7人8人ぐらい来てて、視察半分遊び半分みたいな感じで来てんだ。うん、でカヤックのこととかいろいろ聞かれたりして、でなんか自転車も乗っていくって言って乗ってって、うん、で結局あの池江まで行ったから、あのこんな坂、うん、あそこも行ったっていうからすごいと思って。やっぱ若いとね、若いとね、行けるよね、行けるんですよね。まあそんなこんなで、まあ海中道路にあります美ら島街道案内所も、どんどん人も増えてきまして、うん、いよいよですね、本当に4月1日からは夏本番みたいな形になってくるわけなんですが、うん、その4月入ってすぐにあるイベントといえば、うん、さあ何でしょう、チッ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 。俺に聞いてんの。そうよ俺が走るもん今回は。走るもんってまだ何も言ってない。いやだ、みんなに聞いてんの。俺に聞いてんの。じゃあチッチって言っててください。チッ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 。ずっと言わなきゃいけないじゃん。そうそう、なんか誰かピローンって来るかもしれない。ピローンって来るか分かんないですけど、もう言っちゃいましょう、うん、はい、4月の2日ですね、うん、さあ何があるかといえば、もう毎年恒例になってきました、綾橋海中ロードレース大会、イエーイ。何回目があって、17でございます。はい、市より長いよ。そうですね、うん、はい、ということで今日のゲストはですね、その綾橋海中ロードレース大会の担当であります、うるま市観光物産協会に所属している青島さんにお越しいただいております。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、うん、早いですね、17回。早いですね、17回ですね。2001年から2001年から始まって第17回の大会になります。はい、素晴らしい。で今日ね、ちょっと私がちょっと店に来てるのがそう、スタッフのやつなんけ。これはそうそう、スタッフじゃん。スタッフポロシャツですね。背中見えてますじゃん。毎年ね、ありがとうございます。来ていただいて、スタッフポロシャツ、すいません着てなくて。じゃあ本当は青島さんに立ってもらおうと思ったら青島さん着てなかった。ちょっとびっくりしちゃいました。あ、自分着てないみたいな。ちょっとね、まだだかなと思って、まだだからなと。あ、まだだからねっていうね、うん、割と早まるんですよこの、ね、すぐ来ちゃう、すぐ使っちゃう。いやいや、ありがとうございます。いや PR しとかないとねっていうね。あ、これはまあちょっとスタッフ用のポロシャツですが、そうそう、あの毎年 T シャツがねあるんですよね。はい、参加者の記念 T シャツがあって、今年の色は、うん、あのこのマークの色、はい、マークの色、はい、蛍光の緑っぽい黄色っぽい、ちょっとそうなんです、眩しい色の T シャツになってます。これ光るんですか。これは光らないですけど、蛍光色っぽい感じ、蛍光色の T シャツですね。はい、いやこれ今まで17回あって、はい、17回出場する方っていらっしゃる、結構いらっしゃるみたいですね。いらっしゃる、受付とか来られて、俺は毎年出てるんだよとか、
ずっと記念出場だよっていう方いますね。これ毎年色違うんですか、 T シャツ。私が担当してからもずっと違ってますね。なんでもかなり色が違うと思います。これでも毎年17色になってくると選ぶ色大変じゃないです。最初の方はやっぱり白とかがあったみたいです。 白、はい、うん、もう17年前ですから。 白いマラソン T シャツ、うん、白 ね、なるほど、はい、そうだね。そういうの、うん、白にカラフルななんかロゴとか入ってたりするの多かったよね、昔はね。昔はそうですよね、うん、そこからいろんな色が、はいはい、どんな色ちなみにあります？ですね、去年はオレンジ。去年はオレンジ、うん、その前が、うん、紺色。紺色、うん、その前が、緑とか、ブルーっぽい色とかですね。ブルー、緑、黒とかもあった年もあると思います。おー、これ大会後とかに関わらず、うるま市では割と着てるのを見かけますよね。そうですね普通に、普通に生活中にスーパーあたりとか行くと感じてるなみたいな。しかもですね、あの若い中学生ぐらいのお兄ちゃんから、うん、もう本当に年配のおじちゃまおばちゃままで、うん、みんな結構来てうろうろ歩いたりされてて、はい、普段着にしてるよね。この人走ったのかしらとか、まあ確実に走ろうとはしたはずですよね、うん、です走ろうと走れなかった人もいるかもしれないからそう、走ろうとしたから持ってるってことですね、はい、かもしれないですね、はい。まあ、今年17回目ということで、うん、まあまあいろんな参加者の方いらっしゃると思うんですけど、毎年大体何名ぐらい参加者いらっしゃるんですか？そうですね、去年は8237名でした、うん、で今年も同じぐらいですね。今のところ8217名。すごい。もう結構これ以上はできないねっていう人数までマックスまで来てる感じなんですよね。そうですね、はい、一応あの制限の人数も設けてました。全部で8500名ということで制限させてもらってます。で制限する前はやはり1万人っていう人たちが参加したのでちょっとさすがにですね危ないということで1万人あの海中道路に大集結。そうですね、はい。はあ、制限がかかったと。これはちょっと増えすぎたぞと。ちょっと増えすぎてちょっと危ないので。なるほど。ちなみにね、はい、一応種目の定員がハーフマラソンが定員3500名、はい、トリムマラソン10キロが定員2000名、はいはい、トリムマラソンの 3.8 キロが定員3000名ということでね、はい、そうですね、もう人数定員より多いっていう、うん、人数にはなりつつありますけどね、うん。ほー、すごいですね。これあの種目的には昔からこの3種目。そうですね、私の知る限りでは昔はなんか5キロとかもあったらしいんですけど、うんうんうん、私が担当してからはもうこの種目ですね。ハーフと10キロと 3.8 で、あと、第15回2年ぐらい前から車椅子レースの方、はい、車、そうですよね、あの専門的に車椅子、うん、今年も、はい、今年もやりますね。 5.9 キロの車椅子やってらっしゃる方が、レースですよね、もう競技車椅子、うん、じゃあ練習してる方も多いっすね。ですよね、すっごい早い、早いですよ、ね、車かと思うぐらいシューン、うん、特に下りがね、あの綾橋越えてからの下りがすごい、ね、がね、すごいですよね。登ってんの大変そうですけどね。そうですね、よく登れるよね、すごいですよね。ねえ、ちょっとこれもね、じゃじゃん、ポスターです。見せてきましょう。見えてますかね。見えてます？あ、もうちょっと前こっちの方。ありがとうございます。こっちの方がいいか。じゃじゃん。こんな風になってまして、こんな風に人が走っていきますよって言ってもラジオの下は見えてないんですけど、うん、映像でちょっとちゃんとご覧いただければと思いますが、私もですね、去年一昨年ハーフ出まして、一応まあ感想。したんですけど、あの季節的に4月2日ってどんな感じですか？暑いか寒いかのどっちかで、ここ2年は暑いです。暑いですよね、はい、僕が知ってる限りでは暑いイメージだね。暑いですよね、はい、いや私2年前に走った時にあまりにも暑すぎて水もらうんだけど、飲もうと思ってもなんかね、喉に入っていかないから水かぶりながら走ってる。それもダメな症状になってるよ、それ本当にあの最後の方、うん、で最後あの日比さんがたまたまあのあれなんですよね、あのその時に移動販売車、フード村をやってたから、はい、うん、やっててそこに行ったら
どうしたのズボ濡れてって言われたことびしょびしょだったんだなんか髪もペターってなってますねあー相当大変だったんだろうなって汗じゃなくて水かぶってたんだよねかぶらないとでもやってられないぐらい暑いですよねやってられないぐらいもうあ頭が暑いっていうか帽子かぶってるんですよかぶってんだけど、うん、なんか頭がカカカカしてきて、うんそうですね、これはもうダメだ タオルでなんかやってたんですけどすぐもう暑くなるからもう水かぶっちゃえみたいな日陰がないですからねコースにそうですね確かにずっと海沿いなので暑いですよね、うん、風もね、まあ、それなりに吹いてたんですけど、うん、いやでもそれでも暑かったです、うんただまあ両サイドが海なのですごいそういう意味では割と最初は爽快にこう走っていけるんですよ、うん、割と爽快にで偏差島に入ってからかなちょっとあの海が見えなくそうですね護岸の通りに護岸になって海が見えなくなったあたりから、うんはい、なんか走っても走っても進まない気がしてどこまで行く景色が変わらないんだあれは進まない感はやばいやばいよねきっとでそっからまた U ターンするんですよまた直線で土岩またでしょまた戻るからねあれってどこまで行っても景色があまり変わらないっていう結構やばいよね、うん、でもあの浜比嘉島にこう曲がって橋バーンっていうんですけど、ね、そこがね結構またきつくて緩いこう上り坂、うんでも海あるから下ってからすぐ振り返る感じだもんねそうですねもうすぐ U ターンだからまた登るんだよねまた登るっていう、うん、あれちょっと走ってみたけど、うんええ、あの割とハードよねあの橋ね、うん、そう最終地点ってこうハード、うん、であそこでねすごい嬉しかったのはあのまあ大溝の箇所はもちろんあるんですけど、うん、チューペットあれを降り切ったとこでなんか渡してくれてて、うん、あれがすごいなんかありがたかった、うんうん、あれのテント立てたよそういう、ね、ボランティアの方、ね、ボランティアの方、はい、本当に、はい、ボランティアの方好意でやっていただけてる方ですね、うん、ねそれとあと本当に嬉しかったのは三振とか弾いてすごい太鼓とか叩いてすごい応援してくれてる人がいらっしゃるんですよ、はいあの風景は多分ね沖縄以外にはあんまりないかなと思ってうんそうですねああいうのはなんかすごいいい感じでしたねよかったですうん、はい、皆さんの協力があってこそのライアシ海中ロードレス大会だと思ってますんで地域の方たちがみんな協力してくれて、いやでも皆さんすごい楽しみにしてらっしゃるんでね、はい、で日比さん今年は何に走るんですかねハーフハーフ21.0975km、うん、10キロはちょっと物足んないんでそうですね一応私も一応ハーフに登録だけはしてえ何登録だけしてて走るんですよ走るんですよ走るんだけどまあ当日の天気にもよりあやめてもいいかな的なそういうのなしだ違う違うなんか嵐とかだったら嫌じゃん嵐だったら中止になるでしょうあ中止する要件みたいなのあるんですよでもあるんですか好天中止なのでかなりなんか警報と注意報みたいな警報とかだったらそこまで出るまではやる、はいうん、じゃあ大丈夫です、ね、結構過ぎては雨でもやるっていう感じこれ中止になった回なんてないですよね、うん、今までないです ね春で4月ですから一番いい季節ですね、はい、いや雨とかいいな雨がいい割と小雨ぐらいは気持ちいいですよ、ね、小雨は気持ちいいかもしれないだって水かぶりながら走ったぐらいだから、うん、ちょっと降ってたぐらいの方がいい走る方は俺、ね、僕は割とそっちの方が好きかな、涼しくなってほしいです ね、うん、ね当日は一日中って、ね、てもうカンカン照りだとかなりきついと思うよね、うん、きついですねでしかもねそれでまたやっぱり倒れたりする人も増えるそうですねいつも心配してるんですよね天気に、はい、ちょっとあんまり天気にならないでくれそう実は天気になった方が景色は本当にいいんですけどもう天気になったらなったで、あ暑くならないみたいなうんねそれはありますね走る側としたらねあんまり暑くない方がいいなみたいなね、うんまあ、だから、うん、天気がコロコロ変わってくれるぐらいがちょうどいいんだけどずっと晴れてると、ね、結構ちょっと曇った感じの方がいいかもしれないですね、うん、そうですね、うん、で、今年はゲストスターターが3人、うん、3人と言っていいのか人いたそれ3、なんて言ったらいいでしょう人にあらずじゃないみんな一応なんかちょっとご紹介していただけますか、はい、ゲストスターターをゲストスターターはうるま市の人気者、はい、うるま市町会だのうるうららうるららはい、はい伝統神うるま
伝統シングルマン、闘牛戦士ワイド、闘牛戦士ワイド、ね、すごい。これ人なんですか？3人3キャラ、そうですね、お三キャラ、お三方、何て言えばいいんですかねえ、もうとうとうもうレギュラー化してきましたね、ウルウララちゃんもね。そうですね、私あのびっくりしたのが、その2年前でしたっけね、走った時にあの HY さんが出てらっしゃって、はい、ゲストスターターで来られてたんですよ、うん、でパーンってやった後、なぜか走っててびっくりしちゃって、そうです、走りたいっていうゲストスターターやって走るのみたいな。そういう人もいるのかもね、他の大会でも いたよ、いました、ゲストスターター走ってるって、うん、で一番短いの走り切っていなくなるとか、うん、おお、うん、そうですね。僕東京マラソンの時ゲストスターターじゃなかったけど、あの伊調さんと、伊調さん、はいはい、レスリング、レスリングの喋りながらスタートしましたもん。なんですって東京マラソン出たんですか、日比さん。はい、すごい、ね、すごい。え、伊調さんがゲストスターターで、うん、じゃなかったの。あ、じゃない、じゃない、普通に参加してたの。あ、一番ショートで普通に参加してて、うん、たまたま隣だったんですか。たまたま隣っつうか、走ってる間にいたから喋ったんです。走りながら、そう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 、でどこまでなんですかって言ったら、一番短いなって言うからもうすぐそこじゃないですかっつって、じゃあね、すごい、うん、いいですね、面白いですね、普通に参加してるって。いろいろいろんな人がね、東京マラソンの場合はなんか、うん、あの隠れキャラがいっぱい、隠れキャラ、隠れキャラ、うん、だって公表されてないからね、普通に誰が走るか、そうですよね。ひょっとして足海中ロードレースもいるかもしれない、実は誰かがいるかもしれないですね。沖縄で走りたいって人結構いますからね。そうだよね、うん、そう、いるかもしれないので、うん、走る方は探しましょう。だいたい折り返した後ぐらいに見つけるんだよ。ほう。顔が見えるから。あ、そっかそっか。こう対面で来るからね。うんうん。へへ。僕の時あの古田、はい、キャッチャーの、はい、いやいやいや、がもうね、50メートル前ぐらいだと。これ折り返した時に見つけた。なんですの？あ、古田だっつってダッシュして追っかけていった。見失って。わお。早いんだやっぱり。早い早い。はうん、ねえ、そういう楽しみもある、あの怪しい怪獣ロード、あとあれだよね、あのなんか仮装して走ったりする人もいるよね。結構いますね、こういうところはね、はい、私だからあの人たちすごいなと思って。 すごいですよね、あれよっぽど体力なかったらあんな熱くなるのに着ぐるみとか着てるじゃないですか、うんうん、慣れてるね、あのこういう大会に出慣れてるよね、うん、いるいる。そうで、あの宮古でね、よく人気者のあの守くん、マモルくんもいましたよ。いましたね、リアルマモル。リアルマモルくん。それはいいんだけど、白い、白い、白いから汗かいたらハゲてくれちゃう。ハゲないやつで塗ってほしいね。濃いから。本当にでもいてびっくりした。マモルくん。意外に背が高いんですよね。背高くてちゃんとああいう格好してるんですよ。うん、そうだね、そう、うん。びっくりしちゃった。そのまんまで出てきてる。ひゃーみたいな。ちょっとね驚きましたけど、あの怪しい怪獣ロードレース、その、うん、まあ走るっていうレース以外にもお楽しみがいろいろあるんですよね。そうだね、そうですね。そこをちょっと青島さんの方にご紹介いただきたいと思います、はい、走った後はですね、はい、怪しいフード村ですね、うん、フード村、はい、移動販売者が集まる、はい、お食事どころがありますので、はい、ぜひですね走った後はそこで皆さん休憩してほしいなと思います。何店舗ぐらいあるんですか。そうですね、移動販売者自体は9店舗、9店舗、はい、あとは、普通のテントの販売ですね、はい、物産の販売等々もありますので、はい、で、あとこの移動販売者の中にですね、今年初めて、ヤギとそば太陽さん、うん、ヤギ汁のところがですね、はい、出展するんですけども、うん、今年ガチ飯グランプリっていうのが1月ぐらいに那覇であったみたいなんですけど、ガチ飯グランプリ、はい、はい、そこでですね優勝したところが、これは石川にあるんですけど、すごい、そこが出るっていうことで、ヤギ飯、ヤギ汁、ヤギ汁、ヤギ汁、ガチ飯グランプリ、やってたところがやる、はい、何で優勝したんですか。ヤギラーメン、ラーメン、ラーメン、ヤギそばじゃなくてラーメンできましたか。はい、あ、もうへえ、それ面白いですね。ヤギ大好きだから、そこ、あ、ヤギ大好きなんだ、そこをゴールにしようね、俺ね、じゃあ、ね、ヤギラーメン、はあ、最近石川すごくないっす。
だってバーガーグランプリもね、石川のボーンズさんだし、ガチ飯グランプリを太陽さん取った焼きラーメン、これちょっと味どんなんかなってちょっと楽しみですね。そうですね。へえ、そこが初参加という。そうですね、はい。あとどんな屋台というか、あとそうですね、あとカレーですね、同社さんであったり、はい、はい、あとピーマンズさん、パナマ原人さん、あのスペアリブとか肉巻きおにぎりとか。パナマ原人さん、そこは初めてだ、ね、はい、へえ、はい、そうですね、ハッピータイムさんと、はい、あとティーダスマイルさんっていうところが、はい、広島風お好み焼き出したりとか、はい、ダパズキッチンさんと、まあ、タコライス、近所のタコライスとか、あとオレンジパーラーさんですね、はい、あとキングさんというところですね、ロングポテトが有名なところですね。ロングポテト、はい、なんかかき氷関係とか、なんか前菜とかあるんですか。そうですね、ハッピータイムさんが、ハッピータイムさんが、はい、前菜かき氷、かき氷、はい、走った後は最高ですね。やっぱり冷たいもの欲しいですしね、あったかいものも欲しいけど冷たいものもね、欲しいですからね、はい、へえ、今年あれですか、あのなんかマッサージというか、なんか、はい、あれもやってるんですかね。はい、昨年からマッサージとテーピング無料でやっていただけるところがありまして、はい、そこも今年が出ていただけるということで聞いております。去年めちゃくちゃ大変だったみたいで、なんかずらーって並んだって、はいはいはい、聞いてますけどね。すごい並んでましたね。はい、いや、やっぱりね、ちょっと走った後に足痛いしって、はい、見てもらおうかなみたいなね、はい、ありますよね、はい、はー、それはいくらか取ってというか、これは無料で、無料でやっていただけるということで、おお、はい、今年も無料、いいですね、それは、はい、ぜひぜひ走った後はですね、走る前もいいですね、保護テーピングやってもらったり、保護ストレッチ、走る前もちょっと伸ばして、そうなんだ、走る前のウォーミングアップじゃないですけど、ちょっと筋肉、走る前に、ね、筋を伸ばして、ストレッチして走りやすくやっていただければと。なるほど、なんか逆に考えてましたわ、はい、痛くなってからやるのかと思ったら、走る前に、怪我が出ないように、ね、ように保護テーピングやってもらった、なるほど、いろいろ考えてますな。これは本当に綾橋海中ロードレース大会楽しみになってまいりましたね、うん、はい、ということで、前半戦は、うん、これで終了しまして、また後半戦ね、大島さんの方にいろいろお話を伺っていきたいと思います。
居酒屋しまんちょのコーナーでーす。イエーイ。はい、今日のゲストはですね、怪しい海中ロードレース大会事務局うるま市観光物産協会の青島さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、後半もよろしくお願いします。ということで、このコーナーはですね、まず乾杯から入るので、青島さんの方からご発声をお願いしたいのですが、はい、それでは、はい、乾杯だけでいいんですか？乾杯だけでいいですよ。じゃあよろしくお願いします。乾杯。はい、はい、ということで、ここのですねデスクの上にもありますけれども、上村酒造さん提供の泡盛、こちらの方もですね、飾ってございます。酒霊暖流、そしてねこちらの闘牛ボトルなどいろいろございますので、ぜひぜひまたお買い求めいただけたらなんて思ってますが、再びですねこの愛橋海中ロードレース大会のことについて、まあ、ちょこちょこっとお話伺いたいなと思うんですが、うん、毎年このメダル、あれ割とオリジナルじゃないですか。入賞者のメダル、入賞者のメダル、メダルオリジナルの時、そうですね、彫りとか、彫りというか彫刻はオリジナルで、うんうんうん、外装は既製品のものもあるんですけど、今年はまたガラスになりまして、すごい、はい、あれがすごいですよね。はい、市内の業者のホトテトさんにお願いして、はい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 、ちょっとガラスでメダル作ってもらって、同じ業者の彫りの業者ですね、はい、クリスタルさんでまた彫ってもらってっていうことで、今年もまたガラスの入賞メダルになりましたので、あれ作るのなんか大変なんですよ、ね、難しいって聞きましたね。いや私たまたまですけど、去年一昨年もガラスのやつ で、ね、この輪っかをつけるんだけど、ここがやっぱりどうしてもこう割れやすいとか折れやすいっていうか、うん、そういう風に なるし、普通なんかああいうペタってしたような形っていうのは琉球グラスってなんか作るの難しいらしいんですよね。うんうん、こうなんか曲げてピュンって入れ物にするとかだったら割と簡単らしいんだけど、うん、なんか非常に技術がいるらしくて、うん、でこれまたね、うるま市の業者さんで、しかもうるま市の業者さんガラス作って彫るのもうるま市の業者さんっていう、これがまたすごいですね。はい、楽しみですけれども、なんかあれ欲しいなと思うんですよね。優勝しないと、乾燥メダルですか。乾燥メダルみたいな、そんな量作ったらすごい大変だよね。8000はすごいですね。乾燥した人全員もらえたら、全員もらえたらすごいことになるんですけど、いやでもあれが本当なんか立派、うん、よそになんかなかなかない感じですよね。そうかもしれないですね。あれ毎年考えるのもなかなか大変じゃないですか、メダルも。そうですね、毎年考えるのも大変で、既製品も数が限られてくるので、はい、今年はどうしようかなって言った時に、今年ガラスでもう一回やってみようと思って、すごい評判も良かったので、いやあれ良かったと思いますよ。いや私見ながら欲しいとか思いながら見てて、もらえないんだけど、もらえないんだけどこれいいなとか思いながら、記念になりますしね。そうですね、すごいいいんですけども、青島さんがこの大会に携わるようになってから何年目？今回で5回目になりますね、ロードレース担当して5回目、5回目のロードレース大会になります。大体お天気とかどんな感じです？毎年お天気、ここ2年が暑くて、その前は寒かった、寒かった、寒いか暑いかのどっちかしか経験したことなくて、はあ、ちょうどいいっていうのがあまり今もないですね。はい、変わりやすいんですかね。そうですね、もう寒くて風が強くて寒かったっていうのがありますね。そっかそっか、はい、ね、橋の上とか走るから、はい、こう風が、海中道路風強いですからね、うん、そうですね、風向きか、風向きにもよるかもしれない、はい、風が強くて給水所、コース上にある給水所のテントが建てられなかったとか、はい、っていう年もあったので、そんな、そんなに、はい、これはまた大変ですね。へー、でもあれですよね、走ってらっしゃる方の中にもお医者さんいらっしゃったりとか、ね、はい、っていうのもありますね。そうですね、今年もちょっと昨年から募集かけたんですけど、メディカルランナーって言って、メディカルランナー、はい、走る参加者の方で、医療関係の方、医師と看護師とか救急救命士の資格をお持ちの方に、ちょっとそういう
事態が起こった時に手伝っていただくっていうことで、メディカルランナー募集していて、はい、今年も一応7名ほど、7名いらっしゃる、はい、申し込みされていただいて、いや心強いですよね。はい、そうです ね、 ね、走ってて異常あったらすぐに、ね、気づいてくださいっていうのは、はいはい、うん、あ、日比さんも救急救命取ったんじゃないか、うん、水難救助員、水難救助か、もし落ちた人は落ちた一応でもそこでは最初の対処ぐらいはやっているから動くと思うよ、うんうんうん、ね、動かないといけないと思うけど、うん、ね、でもそういうまあ対策もまあバッチリされててっていうことなので、非常に走る側としては嬉しいなというか、安全だなというか、安心して走れるなっていう感じですけどね、うんうん、で割とあのね、本当にあの地元の方たちがいろんなものを黒糖であったりとか、もうさっきも言ってましたけど三線弾いてくれたり、音楽もあるしっていうことで、結構ね楽しみながら走れるんですよね、場所的に。まあそういったところもあの走られる皆さんは楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ地元で走られる方もちろんいらっしゃると思うんですけども、あの沖縄県外から来られてる方も結構いらっしゃるんじゃないかな。そうですね、だいたい毎年200名300名弱はいらっしゃいますね、はい、県外からの参加者、県外からの参加者の方も、はいはい、それはでもねかなり楽しみにして来られるんじゃないかな。ちょうどあの期間的にまあ4月2日なので春休み、お子さんたちのね、うん、春休みなのでご家族と一緒に来られてる方も非常に多いんじゃないかなと。そうですね、うん、思いますし、あと今年もなんかされるってお伺いしたんですけど、あの浜比嘉島リゾートさんがあのお風呂、去年ね、うん、ね、去年もやってたし、まあ、今年もなんかやるっていうことで、まあ、開放してくださって、うん、まあまあおいくらかはまあもちろんいるんですけれども、うん、あの普段あの泊まってる方しか入れないお風呂を開放してくださって、うんうん、お風呂だけ入りに走られた方は行けるっていう、そういうねサービスなんかも地元なんかもこう巻き込みながら、うん、まあ、やっているこの綾橋海中ロードレースでございますが、うん、あの青島さんがこのレースに関わるきっかけって何かあったんですか？そうですね、私が沖縄に来た、私出身静岡なんですけど、うん、沖縄に来た時に初めて働いた会社の同僚の方から紹介されて、はいはい、このロードレース大会の事務局をやってみないかっていうことで、そうだったんですね、はい。ちなみに青島さんはかなりスポーツがお出来になるというふうにお伺いしたんですけども、うん、そうですかね、小さい頃からもう小学校の頃からずっと陸上競技やってて、小学校、中学校、高校、大学と、あとまあ実業団までちょっと陸上競技をまあやり投げなんですけど、全然ちょっとのレベルじゃない、ちょっとのレベルじゃないですよ、実業団までですよ、これやり投げずっとですか？やり投げは高校生からですね。それまでは、はい、もう砲丸投げとか。あ、小中学校でやり投げしてる人聞いたことないですね。いや、小学校の時に何でもやってました、部活、うん。ちっちゃい小学校だったので、バスケットもやったり、水泳もやったり。すごいですね、はい、スポーツマンでいらっしゃって。うん、でもね、そういう意味ではこの走る大会っていうのはもう本当に適任じゃないかなと思うんですけど、長い距離は苦手ですね、走るのは長い距離はね、短い距離はいいんですけど、長い距離はね、なかなか走るのはね、はい、あのケアができるよね、知ってるからね、そうですよね、気がつくっていうか、こういうのはきっとあった方がいいよねとか、うんうんうん、いやだって実業団レベルでやってるってことはですよ、もう相当いろんなスポーツこうね、あの、まあ、ご経験もされてるでしょうし、いろんなお友達もいらっしゃるでしょうし、ね、そう、有名なスポーツ選手友達多いですよね。そんなことはないですけどね、ちょっと、はい、なんかちょろっと聞いたことあるけど、あ、そうですね、あのちなみにどなたが友達というか、まあ、よく合宿とか一緒だったんですけど、あの、うん、ハンマー投げの室伏選手とか、ご兄弟で超有名じゃないですか、浩二君と妹のゆかちゃんとは、はい、ちょっと仲良くしてましたね元気の頃なんで、随分昔の話、いや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 、だけどね、その普通の人はそんなそばにも寄れませんねえ、いや、だってそんなこの青島さんがですよ、ここにいらっしゃるっていうこと自体が素晴らしい、うん、安心してね、いろいろもう本当にあのこのうるま市もスポーツイベントやっていけるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あのどうしてこの沖縄に
来られることになったんですか、最初ね。最初ですか、うん、自分もちょっと不思議なんですけどね、はい、普通に、まあ、地元で働いて現役終わった後も同じ企業で働かせてもらって、ちょっと働いてたんですけど、ちょっとある日突然、まあ、そうだ、まあ、それまで沖縄に旅行とかで来たんですけど、ある日突然、あ、そうだ、沖縄に住もうみたいな、はい、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、それまでは沖縄にもよく来てた、沖縄来てましたよ、はい、旅行とかで来て、旅行ちなみにどういうとこ行きました、旅行ですか、離島とか、あと本島も一周ぐるっと車で回ったりとか、海中道路とかも、あと友達がマラソン選手っていうのがあったので、はい、本当にこのロードレースのコースっていうんですかね、あの与那城のところから池江島まで走っていって、はいはい、それを自分伴走でついてって走り終わったら池江ビーチで泳ぐみたいなっていう、ちょっと待ってください、え、お友達は与那城から池江まで走、池江まで走、池江まで、はい、この距離が中道路ずっと走って20キロありますよね、行って、あのシャワー代わりに池江ビーチで入って泳いで帰ってくるみたいな、遊んで走ってって、なおかつ泳いで泳いで遊んで、そっから遊んで帰るはあ、そんなことがあったのですね、はい、へえ、じゃあ大島さん自体はその何ですか、その海の中というよりはやっぱり陸地が好きでというか、離島とか島とか、そうですね、はい、は自然が好きっていう感じですかね、へえ、なのに割といきなりですね、来ようと思ういやでも日比さんもね、なんかうろうろしてる中で沖縄好きになったんですよね、旅行とかで。僕はもうなんか毎年来る感じになってきたんですよね、自然と。1年に1回じゃないですよ、もう 2,3 回が当たり前ぐらい来て、1年 2,3 回来てました、うん、ほんと、まあ、はまったっていう、いやでもそういう人多いのかもしれない、へえ。いやでも突然じゃあ、え、どこに住もうとか何も考えずに、とにかく沖縄行こうって思っちゃったんですか。いや一応やっぱり、はい、調べました、調べるというか、こっちに来て沖縄に来てやっぱ働かないと生きてはいけないので、そうですね、働く場所がなかったらね、はい、で、就職先探したらたまたま、はい、あのなんていうんですかね、イベント会社、で、あの取ってくれることになりまして、で、ちょっと、まあ、マラソン大会の本当に、なんていうんですかね、計測みたいな仕事をしてるところだったので、それで、はい、そこでちょっとやりながらっていう感じですね。なるほど、はい、それ静岡にいる時にもう就職を先に決めたって感じ。ですね、静岡にいる時に一回面接に来てますね。あ、はい、面接に沖縄まで来て、はいはい、でそこで、あの当時の社長に、来るんだったら移住するつもりで来なさいよみたいな感じで言われて、分かりましたって言って、うん、ほう、それがマラソンとの出会いでもあったわけです。そうですね、メイン、そこがメインでマラソン大会の、あの本当にジムみたいなことをやってたので。へえ、はい、いやだって沖縄マラソン多いですもんね。多いですね、この季節は。ねえ、本当にあの2月とかでもね、沖縄市とかでも、はい、まあまあウルマも走っていきますけど、はい、ね、沖縄のマラソンありますしね、那覇マラソンもね、はい、ありますし ね、 そうですね、他の地域でもね、島のマラソンもありますもんね。へえ、すごいですね。それが、え、この、まあ、今のかんか物産協会に入る前、物産協会に入るまではまたちょっと別の仕事をしてましたね、はい、そうなんですか、はい、いやでもまた偶然というか、このねマラソンに関わってて、まだそのうるま市観光物産協会でもこのマラソンに関わるっていう、うん、ある意味だから、まあ、マラソンのね、この事務方のプロというか、まあ、もちろん現役でいろいろスポーツもされるんでしょうけど、うん、ね、来られたきっかけがマラソンっていうことは、そういうことですよ ね、なかなかいらっしゃらないんじゃないですか。そうです、なかなかねえ、だってそんな大会のあの事務方をやってきた方ってあんま聞いたことがない。そうですね、スポーツやって事務方の方に入るっていうのはもしかしたらあんまりない
かもしれないですね。コーチとか、そっちの方向に、教員とか、そっちの方向に進む方はやっぱ多いかもしれないですね。いやでも、でも根底からやっぱりそういうあの、まあ、実際素人の人たちが走るわけなんで、うん、その人たちを支えるっていうことが、ね、スポーツもやってらっしゃるとやっぱり一番よくわかる、うん、でお友達にもね、そのマラソンの選手の方もいらっしゃるんだったら、はい、どこをどうケアしていいかとか、うん、その辺もよくわかるしね、いやこれはますます安心ですね。よかったうるま市いや割とだから、まあ、スポーツやっててもあんまりその走るのとかにも関係なく、もう本当の素人だけでやってる大会とかも多い中で、まあ、こういうプロの方っていうかねいるとすごく安心だし、またね地域としてももう17回って長くないですか。そうですね、長い方だと思います。すごい長いと思いますね。毎年毎年やっぱ続けてやってて、その毎年走られる方もいるし、この町の中に、私本当にさっきの話じゃないですけどびっくりしたのは、本当に怪しいロードレースの T シャツを着て歩いてる方本当に多いから、うわこれみんなで参加だなと思って、で2年前とかでもその走る前にまあちょっとウェアとか見に行こうとって言ったら、割とねそこに明後日走るからとか言って、なんか聞いてなんかいろいろ店員さんに話してる人とかがいて、どの道具を買ったらいいですかじゃないけど、スマホとかも結構流行ってた時期だから、そのスマホをやっぱりつけて走る方とかもすごい多くて、どれをつけて走ればいいかみたいな、お子さんとお子さんとなんか一緒に走るみたいな話で来られてる方とかも結構いましたしね、割とだからこのうるま市民の中ではこの綾橋会長ロードレースメジャーだなっていうか、生活にもう溶け込んでるなみたいなイメージがすごくあったんですよね。で、まあ、またね日比さんがやってたその移動販売車のブース、今回で3回目ですね。今回でね3回目って、これもう嬉しくないですか。ね、なんかね、良かったですね。良かったです、定着して、ね。普通の出店に比べたら、移動販売車ってカラフルじゃないですか。だから明るくていい。賑やかですよ、ね。ほっといても賑やかですよ。確かにね。なんか飾り付けしなくても、移動販売車が来てくれるだけでもう華やかなんですよね。賑やかですよね。すごくこう、やっぱイベント向きというか、いいですよね、来てくれるとね。ね、それまでと本当に3年前から、まあ、4年前とはちょっとまた形が違ってね、そういった移動販売車もね、変わってます。前とその来た2年前と来た業者さんというか3社ぐらいは一緒の人がいるかなって感じですよね。引き続きって感じですか。新しいところも半分以上入っているかなって感じですね。ヤギラーメンがやっぱ気になるかな。ね、新しいラーメン、ヤギとラーメン。この時はこれ新しい試みでしたけど、今回新しい挑戦はまだ別にそんなないです。そうですね、新しい挑戦はないですね。台数は1個増えてるかな。台数はちょっと1個増えてますね。でも場所がそんなに広いところではないので、やっぱりなかなか増やしては、増やしてほしいっていう要望もあるんですけど。ああそうなん、結構私ちょっと2年前しかちょっと様子が分かんないですけど、めちゃ並ぶだよね。そう並んだし売り切れ、もう続出で、あの時はねみんなねどれぐらい売れるかね、そうなんですね、分かんなかったんですよ、ね、量がだから、もっと持ってくれよかったって特にかき氷とか、氷買い足しに行ったりしてますね。そうそう、おかえりなさいなんとか氷、ちょっとタイトル忘れちゃった、それ食べたかったんですよ。もう帰ってきて行った時点でもうなかったから、そう、あ走るの遅かったしね早い人は多分食べれてると思うんですよ。そうです、ハーフ終わったぐらいはもうだいぶ後半戦ですからね。そうですね、そうそう、後半戦のもうずらー並んでて、これはもうダメだなっていう、ちょっと取っといてもらえないかなあ今回ね、今回日比さんどれ食べたいですか。いやもうそのヤギ、やっぱヤギも気になりますよね。あと間違いなく同社さんのカレーは食いに行くんで。同社さんのカレー、カレーどこが違うんですか。同社さんのカレー、同社さんのカレーってなんか肉とかないんですよ。
ビーガン肉とかないそうなんだ。カレーそうそうビーガンっていうんですかね。ビーガン、はい、へえ。肉がなくて何が入ってるんですか。でも肉入ってる感じするんですよ別に。あ、塊があるわけじゃないですよ。じゃなくてとろけてるでしょ。ちゃんとこうなんつうんだろうな、食べ応えがあるんですよ。ほう、具は何使ってんだろう。いろいろ考えてるとは思うんですけどね。わかんないんですけど、ね、なんかそういう楽しみ方もいろいろありますよね、うんうん。あとやっぱりちょっと私が気になったのはその走る前のテーピング。そうだね、保護テーピング保護テーピング、うん、ちょっと膝がね痛くなるからやってもらおうかな。そう、膝はね確かに痛くなる、うん、走ってる中で、うん、そう膝が悪かったら多分難しいですよね最後まで走り切るの。そうなんだよ、ね、って感じ、うん、うん。その最初のテーピングっていや私終わった後からかなと思ったら意外と走る前のテーピングが大事なんだなっていうのを今話聞いてて分かったんですけど ね、うん、スポーツ選手でもねいるもんね。そうですね、痛めてる時とかにね、うん、練習中に痛めてる人もいるだろうから ねいるだろうしね、うん、もう帰ってきたら速攻こう並んでみたいな、うん、あれ何名ぐらいとか制限とかあるんですか。いや特にないんですけども、なんかねすごい並んだっていう話を去年聞いて、はいはい、全然終わらなかったって言って朝からずっとやってたって。まあたまたま私のお知り合いなんですけど、うん、やってくれてるのが、ね、ずっとやってたって言って何人来たかも分かんない、ずっととにかくやってたって何ですかそれって言ってたんですけど、それぐらい並ぶそうです、はい、並んでたのは見てました。並んでるなーって、ね、なわー大変そうって言って、うん、あでもごめんなさいちょっとお仕事がみたいな手伝えないですしね、またそうそう技術がね、はい、そうそうそうし、で特に青島さんなんか特にねみんなもうリーダーなのでみんな青島さん探しますから、うん、青島さんがどっか行っちゃったらまずいからね。もう全然もう何成り立たない、うん、張り付いてなきゃいけないけど、あのねあそこのコーナーはもう本当に人がわんさか最後集まって、ねうんうんね、このあのゲストスターターのこのまあ3人というかウルウララとウルマとワイドとかはあのスターターの後ってまだウロウロしてるんですか、うん、はい、各コーススタートしていただけるんですけど、はいはい、3.8 キロが始まる前にですね、はいはい11時20分からウルマーダンスということで、はい、ウルマーのあウルマーダンス、はい、あれをまたやっていただくということで、はい、グランドの中で踊っていただくということで、はい、この、はい、3人とも3人というか3匹3匹じゃないお三方にやっていただく予定です。はい、もうねウルマーのウルウララも踊っちゃうっていうこれ撮っていいのかっていう話もあるけど、うん、もうみんな仲いいんでしょうね。みんな仲いいんでしょうね。全部やっちゃうみたいな。そう、ワイドちゃんもね、ワイドちゃんだってあの、うん、ワイドもドラマ化、うん、されるっていう見てましたね、話がありというか、うん、もうドラマ化されるってこと決定ですけど、いやすごいなと思って、どんどん世の中出ていってますからねこのウルマ市から、うん、これのスターターは3人で毎回このエハーフもトリームマラソンもやるんですか。はい、3人出 て, 3人出てハーフも10キロも 3.8 もと車椅子だけウルウララさん、あ車椅子の、レースだけウルウララがだけがやる、はい、コースまで行って、おお。あコースコース、はい、あ車椅子はですね、スタートの位置が違うんだ。はい、センター島の方になるので、そうか、5.9 キロのなんだからスタートして競技場にゴールっていう形で。なるほど、逆からね、はい、ほう、ウルウララはそこまで走っていくんでしょうか。いや無理でしょう。ウルウララ号で、ウルウララ号で、ウルウララがウルウララ号で。え、あれ運転していいのかな、あれ免許持ってんのかな。いや免許でもウルウララの車だから免許もどうだろ う, う, う生まれたてだしね。生まれたてで免許持ってないんじゃないかな。まだ2歳3歳ぐらいでしょ誰かに運転してもらうんじゃないかなそれは。へえ、これちなみにウルマとかも走ったりするんですか。それはない。ウルマは走なんか
ワイドが走る、車ワイドも走るっていうのは聞いてない、聞いてない、大変じゃないですか、ね、あちょっとね、はい、いろいろお忙しい、ダンスまでしちゃうので、ね、はい、忙しいでしょうけどね、忙しいと思います、はい、忙しさじゃないですそこは、ね、忙しさじゃないんだよ、はい、じゃあちょっともう一度青島さんの方からこ の, あのタイムスケジュールっていうんですか、それをちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、うん、まず、はい、開催の、時間、4月2日の何時、はい、4月2日、はい、ハーフマラソンのスタートが朝9時、はい、10km が9時50分、はいはい、トリムマラソン 3.8km が12時10分ですね、はいはい、で開会式がですね、はい、8時20分から始まりますので、はいはい、皆さん参加していただければと思います。開会式の前にですね、はい、うるまの天竜大悟さんの演舞だったりとかですね、うん、準備体操、うん、ありますので、はい、そちらもぜひ参加していただければと思います。皆さん大体何時頃から集まっていらっしゃいます？ですね、ハーフのナンバーカード交付がですね朝6時30分からやってますので、もう7時とか7時半ぐらいはもう皆さん結構グランドに、ね、駐車場もちょっと数に限りがありますので、走る人はいいんですけど、応援しに来る人とか見に来る人っていうのはどういうところに行ったらいいんですか？はい、そうですね、まずまあ、大会の会場のグラウンドに来ていただいて、開会式等々を見ていただいてスタートして、応援してちょっと歩いてコースまで行くのはちょっと大変かもしれないので、ちょっともうグラウンドの方で待機してもらって、フード村もオープンしてますので、物を食べたりとかして